はい、どうも、皆さん、こんにちは。今回は、クローンが、の呪文が使える単包体だったね。もう、めちゃくちゃ強いね。先日が、世界選手権予選でも、はい、使われておりますので、今回はそちらをお送りしていこうと思います。かがちゃんのー、ケースケ、一曲のー、ケースケです。ポーということで、その先日が何かっていうと、日本人プレイヤーの S チノさんっていう方が、開発されたスーパーノバ編成ですね。まあ言ってしまうとドラゴンラッシュなんですけども、突撃艦の中にバルーン積んで、で突撃艦を中央区画に突っ込ませて、でクローンぶっ破していくっていう戦術ですね。俺タウンホール14の時めちゃくちゃやりました。ほんとめちゃくちゃお世話になりました。エスチノ様ありがとうございますっていうぐらいもうやりまして、でその戦術がね、なんと世界選手権予選、はい、この間世界選手権予選でやっておりまして、まあ活躍してましたんで、今回はそちらをね、リペイをお送りしていきながら、まあ、どんな、配置に刺さるかっていうとかっていうのも、解説していこうと思います。なので、カカドがほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとね、今年の目標は登録者11万人なので、まあ、チャンネル登録されてない方、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速、日本人プレイヤーのエスチノさんが開発されたスーパーノバ編成、世界選手権予選での活躍、見ていきましょう。レッツゴー。課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい。じゃあ、まずは、攻め方、簡単に説明すると、まあ、初手、アチャクイ出して、ジャイアントアローぶっ放します。はい、これ12月の装備アップデートでめちゃくちゃ強化入りましたね。このスーパーノバにとってめちゃくちゃでっかい強化ですよね。はい、気持ちいい。で、からのドラゴン面出し。で、ボーデンつけて。で、突撃艦後ろから投げ込んであげて、突撃艦にトーム当てる。で、そしたら、突撃艦を強い施設がいっぱい密集している。はい、ところに突撃艦を落としてってあげて、で、クローンをぶっ破していくっていう攻め方になります。はい、これによって、はい、ブワーつって映えがすごい。映えがすごいですね。はい、これは本当にね、お世話になりましたね。で、あとはドラゴンたちで取っていくっていう攻め方になります。ね、簡単じゃないですか。ね、めちゃくちゃ強いと思うんで、はい、ぜひね、中央に、はい、なんか強い施設が密集してる配置とか見つけたら試しにやってみてください。じゃあ、やったことない人向けに、どんな配置に刺さるかをめちゃくちゃ簡単に説明します。この配置にぶっ刺さるっていうのが、を簡単に説明すると、こういう風に、中央が、なんか孤立気味、まあ孤立してなくてもいいんですけど、中央に強い質が、はい、密集しているところに、はい、ぶっ刺さります。で、まあ、回路型的な孤立してるような配置にぶっ刺さりますね。はい、これとかも、そうですね、こっちの配置の方がもうほんと爆破じゃないですか。で、あとは、あとはですね、今ジャイアントアローを放ったんですが、こんな風に初手で、呪文タワーのインビジブルを起動させることができるんですよ。これめちゃくちゃ強化ですよね。はい。なので、インビジタワー先に解除してってあげて、で、中央に落としてって、ブワーってぶっ壊していくっていう、そういう攻め方になります。で、今までに世界選手権とかであまり見かけなかった編成なんですよね。まあ、なんてかっていうと、こういう風に、ね、回路型系ななんか、ね、よくマルチとかでありそうな配置って、まあ、世界選手権とかでは使われないわけですよ。で、かつ中央になんか強い施設密集させてる配置って、あんま使われてなかったんですけど、もう、世界選手権予選、2024年の世界選手権予選とか、ルートライダー強かったり、ライドラが強かったりとかで、があるんで、ま、いろいろ対策してって、して、で、一周してなんかもう、こういった配置が、はい、結構あったりとか、するんですよ。なので、ぜひね、クローンの呪文を使える、はい、単包体の方は、ぜひ、一度、なんか中央に強い施設が、はい、いっぱい密集してるような、そういった配置見かけたら、やってみる価値、あるかなっていうふうに、思います。俺もちょっと久しぶりに、やりたくなりましたね。このスーパーノバ、マジでめちゃくちゃ好きだった。あと、時間も短いんですぐ終わるんですよね。で、次のリプレイ、見ていきましょうか。これもジャイアントアローで、初手ジャイアントアローで、中心部分を射抜きつつ、インビジタワーを起動していくっていう攻め方になりますね。これどっから出したっけな ?6 時とか12時に出すのかな、いや、あ、違う、あ、9時か。9時に出して、行ってあげて、これは対空砲は折らなかったパターン。もう本当インビジブルを、はい、インビジタワーを起動させていくパターンでしたね。で、こっからね、はい、
来ました。突撃艦トムですね。で、装備もう一個はレイジジェムですね。うん。もう初手で、トム使っちゃうんで、で、かつ、初手でトム使う場所ってそんな火力高い場所じゃないんですよね。なので、だったらレイジジェムの方がいいかなっていうので、レイジジェムっていう感じですね。そうですね、ヒーリングトムそんな効果的に発動しないと思いますんで、だったらまあレイジジェムにして少しでもドラゴンの火力上げた方がいいかなっていう、そういった装備の選択になりますね。で、アチャクイの装備に関してはヒーラー人形とジャイアントアロー。はい、多いですね。で、あとはもうババキンとかね、外周歩かせるんで、はい、ジャイアントガントレットとレイジ役、みたいな組み合わせ多いですね。で、あとは、そうです、あ、今回スーパーバーバリアン、はい、積んだりとかしてます。結構ね、世界選手権予選、ルートライダー編成も、がめちゃくちゃ多かったんですけど、一番多かったんですけど、スーパーバーバー入れてね、外周施設のカットとか、したりとかね、して、こう、時間短縮にもなるし、こう、なんだろう、ユニットたちが、こう、外に出ないよう、中に入ってヒーローたちが外に出ないようにするみたいな、はい、使い方とかもありました。で、あとね、すごいのが、このチーム、あれですよ、普通の、ライトニングクエイクとか使わない、もう普通のドラゴンラッシュもやってたんで、見ていきましょう。で、ちなみにこのベルナー選手っていうのは、もう世界選手権とかでは、もう、常連のプロレス選手で、クイヒー使いだったんですよ。めちゃくちゃクイヒーが、ほんとベルナー選手うまかったんですけど、まさかのベルナー選手、このタウンホール16環境、もうクイヒーとかだと時間かかってしまって、お互い全開合戦での時間勝負になってしまうと、絶対、もう、ちょっと負け気味になってしまうんで、なのでもうドラゴンやってました。びっくりしました。ベルナー選手、ドラゴンやってんだっていう、ドラゴンラッシュをやるんだみたいな、はい、ふうに思いました。すごい環境っすよね。で、なんですけど、やっぱ上手いっすね。普通のドララなんですけど、ちゃんと適切に、防衛施設にフリーズとかね、打ってあげて落ち着いてますよね。しっかりとどの防衛施設にちゃんとね、打てばいいかをしっかりと見極めて、で、普通の、はい、ドラゴンラッシュで全開取ってたんですよ。これほんとびっくりしましたね。で、あとね、世界選手権予選で話したいのが、ルートライダー編成多かったんですよ。で、前回のウォームアップトーナメントとかでは、ライドラも多かったんですけど、今回は、なんか普通のドラゴン系の編成とか、あとはドラゴンイントラとか、結構多かったですね。スパドラも一切見なくなりました。なんか、うん、ライドラとかやっぱ、ね、対策して隙間、こんな感じで、なんか施設の間2マスぐらい空きたりとかっていう区画とか増えたりとかしてるからか、ライドラもちょっと減って、普通のドラゴン系の編成、うん、なんか増えましたね。はい。やっぱり、密集してないんで、こう、チェーンがね、刺さる区画が少なかったりとかっていうのもあるで、で、あと、広いと火力がね、村の全体の火力が、広いとやっぱ少し落ちるんですよ。落ちるんで、だったら、HP の高いね、20枠だし、HP 結構高い、ドラゴンの方がいいよねっていう、はい。っていうのか、ドラゴンが多かったなーっていう印象ですね、ルートライダーの次に。うん、ルートライダーは相変わらずめちゃくちゃ多かったんですけど、ドラゴン多かったなーっていう気はしましたね。うん。はい、これもですね、ヒーリングトーム当てていってあげて、あ、そうですね、普通のドラゴンラッシュだったら、ヒーリングトーム、はい、になります。はい、こんな感じで、しっかりとね、無敵にしておいてあげて、で、ヒール、トーム切れた後も、ヒールでね、回復してくれるんで、はい、普通のドラゴンとかだったら、ヒーリングトームにします。で、なんだけど、さっきのね、突撃艦バルーンクローンの、はい、スーパーノバ編成だったら、レイジエムの方がいいよねっていう攻め方になりますんで、うん。なのでね、よろしければ、スーパーノバ編成、ほんと、俺、好きな編成なんですよ。なので、中央に強い施設が密集してるような、そんな配置見つけたら皆さんにぜひやってみてほしいなって思います。本当に取れるか、俺、初めてやった時、本当に取れるのかなと思って、やったら超簡単に取れた時の、あの感動、今でもね、忘れません。本当にこれだけでいいのって、思って、実際やったらマジで簡単に全開できたんですよ。あの時のね、感動すごかったっすね。クラクラ、これでいいのって。思いつけ実況局では、ただいまクランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい、そんな感じで今回はですね、世界選手権予選で
はい、日本人プレイヤーのエスチノさんが開発された、スーパーノバ編成が、はい、使われておりましたので、今回ね、ちょっとほんと知らなかった人のためにね、改めてね、知ってほしいなと、この戦術、知ってほしいなって思ったんで、今回動画にいたしました。はい、ということで、高評価画像がほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクラメンにシェアの方、よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。